いや歩いてきちゃいましたけど。ああそうです ね、もう念願の今日行ってみたいと思ってたメイド喫茶にちょっと行ってみましょうよ。行くんすか。いや絶対行った方がいいと思いますよ。まあ僕も行ったことないんですけど、ね、あそうなんですか。さっきからすごいニヤニヤしちゃってなんか。いやいやいやだって見てくださいあんな感じでね。ちょっと行きましょうよ。なんでそんなテンション低いんですか。ちょっと行きましょう行きましょう。分かった分かった、ね、ついてってあげるよ、はい、仕方ないな。ジャムさん行ってみましょう、はいはい、これジャムさんね、はいはい、行きますか。行きましょう。しょうがねえな。行きましょう。いやどうですかこれ。はあはあ。なんでそんなテンション低いんですか。いいっすねすごい。いやいやもっと上げ上げていきましょう。あすごい、どうも。なんですか。僕がちょっと女の子にかまけてるとなんかちょっと嫉妬しちゃうんですか。そうなんですよ。いやね、私以外の女に会いに来たなんて。あら、ルパンの格好してきてよかった。この日のここのためにその格好。そうですよね、ネタ作りっていうか。そうだったんだ。ああ、うん、そっか。じゃあちょっとメイドさんをねちょっと呼んでみましょうか。そうしますか、うん、どうぞどうぞ。すいませんすいません。メニューください。ああ、藤子ちゃん。藤子ちゃん、藤子ちゃん、すいません。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。何がおすすめなんですか。いろんなのがある。すげえ。メニュー豊富ですね。ほら、でしょ。うん、楽しくなっちゃった。こちらオムライスにお席でケチャップでお絵かけさせていただきます。やばいこれ。いいですか。これやりましょう。ちょっとやばいっすよこれ。特盛りにしましょう。そうしましょう。特盛りができません。特盛りができません。特盛りができません。まあちょっとね。じゃあこれをお願いします。お願いします。大丈夫です。大丈夫です。失礼いたします。ありがとうございます。藤子ちゃんがあってすいません。大丈夫です。失礼いたします。イエーイ、きたー。すごい。なんか妖精さんのもえ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 オムライス。妖精さんのもえもえオムライス。わーすごい。何描いてもらえますか。エリカメラさんの顔描いてもらったらどうですか。そういうのもできるんですか。そうですね。やってもらいましょうよ。じゃあ先生の顔やってもらいましょう。終わりました。失礼いたします。はい。はい。もう萌え。やっぱりメガネですかね。メガネ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 可愛いです。ありがとうございます。すごい。ケチャップで描くっても難しそうですね。やっぱ練習とかするんですか。練習が全くなくてですね、うちのお店は。そうなんですか。いきなり新人さんもぶつけ本番でいきなりちょっと行ってこいみたいな感じで、スパルタな感じで。すごいスパルタですね。いつもやらされてる。あらまあ。なんかこのひらひらは。なんか雰囲気が出てきてます。ね、似てるじゃないですか。すごい。すごいです。初体験ですけど、ちょっと感動しますね。ですね、楽しいですね、すねこれ。おもしかして画家なんですか。画家かもしれないです。画家なんですね。画家に俺どうでしょうか。すごい。似てる似てる、これ。おお、似てる。萌え。嬉しい。よかったですね。楽しいですよね。なんか僕は行きたいって言ってたけど、ゆりかめ先生どうかなんか。ね、なんかすごいもうテンション上がっちゃった。テンション上がっちゃった。もう格好がもう A ボーイですから、もう大丈夫ですよ。ありがとうございます。やったー。じゃあ早速、うん、じゃあ僕撮っていいですか。そうですね。じゃあ行きましょうか。先にやっぱヒロキ面からね。わかりました。さっきから散々やってた対角線だからね。そうそう、覚えててくれて嬉しいな。嬉しいんだけど。あれおかしいな、何回やってもダメだな。見てくださいよ、もうこれ。ごめんなさい、もう一回撮ろうと思ったらちょっとね、2回連続でこんなになっちゃった。撮れちゃう理由はあるんでしょ。ここ、室内ですね。はい。ね、こう見渡す限り、窓がない。あ、密閉された空間、ね、トップライトオンリー、うんうん、そしてオレンジ、うん。こういう時にですね、暗いから。暗い。手ぶれしやすいです。なるほど。この時は、ISO感度を上げると。ISO せんじゃダメですか。ちょっと上げたんですか。もっと上げた方がいいんだろうな、きっと。いっそ5万ぐらいですかね。そんなにあるの。分かんないです。5000とか。まあ一旦それぐらいにしておきますか。ね、まあ、ね、上げすぎるとね、もう
昔言ってたようにノイズが発生とかしちゃうから、ね、ちょっとその辺は手ブレ補正しない限界のところはどこかとか、はい、あとは露出補正の方でプラスにしてどこがちょうどいいかなとか、そうか、適切なところ、あるいは自分自身の好きなちょっとアンダー目にしたいのかオーバー切りにしたいのかっていうのは自分自身の好きな感じに。あら、手ブレしてない、やったー、手ブレしてない、素晴らしい。本当ですか。いいでしょ。まあ、でもまあ対角線ねポーズということで、まあ、ただただ斜めに撮ってみただけっていう対角線構図っていうのは確かにね、手前が大きくて、はい、奥がこうすぼまってって、奥行き感を出してほしいって言ったけど、うん、これ1個だけでやっぱ奥行き感出すの大変だ。あ、そうですね。別にここ大丈夫、対角線じゃなくて、あ、じゃなくてむしろ大丈夫で、ちょっと残念だったのはこういうのも入っ、あ、確かに入っちゃいましたね。そう、で、ちょっとやっぱね、オレンジかぶりちょっと多少しちゃうのかなと思って、ね、もうちょっとこう、光が効果的に入るような場所、あの辺とか例えばどうかなと思って、どうかしら。あそこの、あれですか、消火器があるじゃないですか。違う、あれは行き過ぎちゃう。あその手前のテーブルとかいいかなと思って。あこの手前のところ、ね、そうそうそう、移動しますか。じゃあ移動しますか、じゃあ向こうの方に。で、まあ、こう窓がなくて自然光を取り入れたいけどちょっと厳しいなっていう時は、まあこういうところで光をね使えるなら、まあこんなにね移動できないと思うんですけど普段は、まあなるべくちょっと空いてたらちょろっと、そう、もしねお客様がいないのであればちょっとその辺は工夫してあげるといいのかなとか、でやっぱカトラリーのね演出とかもしてあげるといいかなと思っていて、こういうのとか、で、こういう余計なものがつないようにちょっと溶かしてあげるとか、まあ、例えばこんなような感じにして、奥のあのライトの感じをちょっと活かす。なるほど。例えばこんな感じとか、どうかな。ちょっと立体感も出てきたり、ここら辺いいですね、この。そう、奥からの光がやっぱあるとこうコントラストついてやっぱ立体感を出しやすい。なるほど。さっきはやっぱトップライトだからのペットしちゃったと思うけど、そうですね、その辺をうまくもし演出できたらいいかなと , 笑ってる頑張って、ひろきめん、さっきよりももう全然すごくいい。あ、確かにこれいいですね。いいじゃん、ね、いいでしょ。こういう演出方法もあるわけ。これか、なるほど。そう、まあ、別に、まあ、対角線構造をあの難しく出そうとしなくて大丈夫で、例えば逆に出したいって時はドリンクがある時とかは出しやすい、ね、あ、そっか、ちょっと奥にね、奥に、あ、前ハンバーガーでやりましたもんね。ですです、その方法です。あれか、ああいうのを使う時に対角線構造は活かしやすい、活かしやすいってことだね。で、あとはそう、あれですね、お皿をかけさせるということで、それも素晴らしい、うん、あ、よかった、ちゃんとできている、バッチリ、 いろいろね、先生に教えてもらっても無意識にできるようになってるんだ。そう、だんだんできるようになってきました、ね、そうですね、よかった。ちょっと縦位置でも撮ってみますか。で、もうちょいこう、こう、こう、あ、そうですね、そんな感じです。はい、はい、こんな感じとかね。あ、いいですね。もうちょい手元映したかったけれど、これはもうなんかもう雑誌の写真みたいなね感じになってますね、もう。じゃあそんなわけで、ね、ちょっと、ね、一仕事したし、食べますかね。さっきも飯食ったのにもう食べるんですか先生ペコペコだからね。どうぞどうぞ、はい、食べ盛りなんで、どうぞ。すいません、いただきます